皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。本日はですね、MBA の前と後で何が変わったのかをお伝えしますということでお届けしたいと思います。まあ、これはね、やっぱりよく聞かれる質問なんですよね。MBA を取ってどのように変わりましたかっていうのは、やっぱりよく聞かれるんですよね。ですので、それについてちょっとお答えしたいと思うんですけれども、まあ、もちろんね、これはね、人によりますよね。その人によりますので、まあ私の、あくまでも私の経験、意見からというところで、どこまで参考になるかわかんないですけどね。まあしかも10年以上前ですしね。なので、参考になるかわかんないですけども、まあお伝えしたいと思います。まあ私は MBA のやる前はですね、地元の静岡県浜松市でですね、貿易の仕事をしてましたね。まあ、貿易というか、調達ですね、材料の調達、主に木材の調達の仕事をしてまして、全部海外からでしたね。フィンランドとスウェーデンからというところで、結構ね、フィンランド、スウェーデンは出張で行って、山の中入って、いろいろね、木材見たり、工場、木材工場行ったりしてね、行ってましたね。すごい楽しかったですよね。木材のこのいい香りがね、するような工場だったし、すごいね、楽しかったです。田舎の山の中走り回ってましたけれども、よかったですね。まあそんな経験もあって国際感覚はあるのかななんてね、自分でいろいろね思ってたんですけど、まあ英語でね、コストネゴとかやってましたし、というところはあったんですけれども、まあ実際ね MBA それから行ってですね、何が変わったか、というと、まあ結論から言うと本当ね、全て変わりましたっていうのが正しいですよね。どこが変わったかなと思ってだけれども、やっぱそれですよね。もう全部変わりました。まあ、特に私の場合はね、まあ、そんなに調達の仕事してた、してて、まあ物流とかやってましたけど、その企画とかそういったことをね、マーケティングとかね、経営戦略とか人事とかのやってなかったですし、アカウンティングもよく分かんなかったので、まあ、知らないことばっかりだったんですよね、ビジネスについて。なのでその落差が激しかったんですかね。落差というか、このギャップがね、すべてが新鮮みたいな感じで。物流はまあある程度やって、貿易関連やってましたけど、MBA ではそんな科目ないですからね、あんまり。だから、私のね、経験っていうのはあんまりこう、クラスメートに貢献できなかったなっていうふうに思うんですけど。なので、まあ本当にすべてが新鮮なサブジェクトで、すごいね、もう全部変わりましたね。そういったビジネススキルから、ネットワークから、考え方からね、そんな感じはしますね。あとはまあ結構、やっぱ MBA というとケーススタディとか、あとは自分がコンサルタントだったらどうするのか、自分がこの会社の社長だったらどうするのかというような訓練をね、やってやってやりまくりますから、そうするとね、すごいね、自信がつくんですよね。自分の、もう自分ね、一人で何でもできるんじゃないかと。なんか、仮想コンサルティング、仮想社長みたいなことやったんで、もう社長になれるんじゃないかなというような妄想はね、おそらく MBA 取り立ての人はみんな持つと思うんですよね。で、そこで大事なことは、往々にして、なんかどっかのね、ハーバードビジネスリビューに書いてありましたけど、まあ MBA、まあ、だけじゃないですけど、まあ、そういったビジネス関連の、そういった、まあ、修士とかマスター取った人は、ほぼ全員がですね、自分のことを過大評価しているというようななんか記事書いてありましたね。そんなの見ましたね。会社側からすると、採用側ですね。採用側からすると、あ、なるほどと、あ、こんな感じかなという程度であっても、学生本人は自分を過大評価しているというような記事がありましたね。なので、まあ、
確かにすごくインパクトがあって変わりますけれども、実はね、人が採用側が思ってるほどじゃないんだよということも、一応ね、頭の片隅に入れておくといいのかなというふうに思います。まあ、やって絶対後悔することはないと思いますから、まあ、皆さんもね、もし迷ってる人がいたら、ぜひ挑戦してみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。